はい、アイクティービーです。今日はね、ちょっとめちゃくちゃ同級なニュースが飛び込んできて、プラスマイナス岩橋が浜田雅俊と、まあ、一緒にまくんでる B' の、まあ、林俊博っていう社長がいるみたいなんですけど、まあ、それにすごいパワハラされてたっていうニュースが入ってきて、まあ、そのパワハラの内容がすごいひどくて、まあ、いわゆる、まあ、その、まあ、岩橋さんが、まあ、その浜田雅俊さんの、まあ、専属の、まあ、会社をやってる、まあ、B' っていう会社みたいなんですけど、まあ、そこに出演した時に、まあ、具体的に言うと、この、まあ、出演した時、この、まあ、料理を、芸人の料理をドッグフードと入れ替えるとか、で、悶絶する芸人を見て高笑いとか、まあ、これ考えられないですよね、これ。めちゃくちゃひどいなと思って、自分も、ツイッターとか、SNS でちょっともう批判してるんですけど、で、これ Yahoo ニュースとかも全然取り上げないじゃないですか。で、岩橋君自体は、まあ、その吉本興業に、まあ、圧力かけられて消されたみたいなんですけど、これひどいですよね。で、いろいろまあパワハラが言ったら、この紙を、まあ、薬の、まあ、二つ折りにして、まあ、それをまあ、世界一辛い、まあ、ハバネロ、芸人の下に流し込んで、まあ、悶絶する芸人を見て高笑いとか、でこれら全部カメラが回ってない時にやられてみたいなんですよ。最低っすよね、これ。まあ、とか、まあ、このパワハラ社長、まあ、林俊博、まあ、多分今もいると思うんですけど、もうこいつ見たら絶対許せないですね、こういうやつは。なんかもうそのね、肩切りか肩切りじゃないか知らないですけど、こんなね、仁義かけたやつほんま、こんなやつ絶対許せないですね、ほんま。自分弱い者じめするやつ大嫌いなんで、もう大阪で芝子かな思うんですよ、ね、こんなやつほんま。こういうやつって大概、まあその、まあ、肩切りでも半グレでもね、筋もんでも、まあ、大抵誰かの権威を傘に着ないとこういうことできないですから、カスなんですよ、あけりって。で、とかこの、で、これ浜田も見てるときは、これずっと笑ってたみたいなんですよ。最低っすよね。ほんならもう、自分がそのね、幼いやったら、若い人やられてたら止めなあかんすよね、普通こういうことやられてもやったら。まあ、とかこのパワハラその3で、まあ、サザエの殻を噛ませて、まあ、それで歯が欠けたりとか、で、これ高笑い。あげたらキリないっすね、これね。まあ、とかこのパワハラ社長の、まあその4で、まあ、唐辛子を生で食わせて、まあよだれを垂れ流し、で汗だくで悶絶する芸人で高笑いとか、ね、ハワデロの時もそう。で、あとはまあこのパワハラ後、殴る、2回続けて殴られました。まあ、ここに青タンができたみたいで、見てたユウさんが、今のはあかんやろ、何かあったら証言するからねって言うくらい、まあ、理由をなぞ無言で殴ってきました。まあ、悔しくてもういいやって言って林俊博本人に LINE しました。なんで殴らないといけないですか、僕なんかしましたか。じゃあ帰ってきた返信は訴えろや。その後先輩 B' 系の浜田さん系の仕事がなくなるか謝り行くかは問われて、家族もいたので悔しいけど謝り行くという選択をしました。謝り行くと林俊博第一声は、お前俺じゃなかったら消されてたぞ。そしてそのパワハラノリが嫌で浜田さんの軍団を抜けることにしました。それからもう5年前くらいですが、それから B' 系の仕事はほとんど来てません。いや消してるやん、うん、まあそういうことみたいなんですよね、要は。で、このようなパワハラはほとんどがカメラ回ってやるんでございますと。何が面白いのか分からなかった、もう本当に嫌やったと、虚しかった、浜田さんと一緒にいたいけど抜けたかった。まあそれが岡田時浜田さん笑ってるだけ、まあ、浜田さんが見ている前というのもあり、小型ぐらいの圧力があったのが事実です。まあね、本当にまあ、こういうことが、まあ、頻繁に行われているのはもう考えられないですよね、本当ね。まあそういうふうに、まあそのパワハラ内容をまとめて言うと、まあ、芸人の料理を、まあ、ドッグフードと入れ替えると、で、まあ、紙幣を、まあ、薬紙にして2つ折り、まあ、そこに世界一辛い、まあ、粉ハバネロを乗せて、まあ、芸人の下に乗せ込んで流し込んだりとか、まあ、サザエの殻を壊したり、青唐辛子生で食わせたり殴ったりとか、
どいですねこれね。まあこういう事件があったということでね、今日はちょっと告白したんですけど、緊急で。まあね、浜田雅人として松本としてはもうこれでね、ちょっと厳しいかなと思うんで、もう芸能界から引退してもらってとお願いします。絶対皆さん拡散してください、これ。お願いします。はい、IPTV の方 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。面白い動画見れるのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、すいません、今日はね、今田耕司さんがね、松本清さんと同じように今瞬間文春叩かれてるんですけど、過去ね、いろいろ宮迫さんのね、まあ人と一緒に、まあ、飲み会して、まあ女性を無理やり性行為に、まあ、性行為しようとしたりとか、まあ昔の所長が来る前の、まあ女性を成功したとかいう、まあ、ニュースがいろいろ今田耕司さんに流れてて、まあ、今田耕司さんもちょっとやばいんじゃないかっていう、次ね、文春砲にやられるんじゃないかっていうニュースが出てるんですけど、まあ、この過去のニュース見てるとね、所長前の省庁と関係持ったっていう、で、まあ、レギュラー危機がね、今出てるんですけど、今田耕司もね、まあ、すごい女好きで、まあ、お忍びで京都とか行って、まあ、遊んでるぐらいなんで、まあもちろんね、ガーシーとかにも、暴露されてましたし、まあ今田耕司、ね、プラスマイナスの、誰だかな、岩橋くんにもなんかいろいろ暴露されてましたしね。まあこれからね、もう吉本の芸人はどんどん暴露されていくと思うんで、結構やばいんじゃないかっていうのはありますね。はい。で、まあね、今田耕司さんだけじゃなくて、相方の、浜ちゃんも、今はちょっとパワハラ疑惑と、まあ、記憶喪失疑惑が出てたんですけど、まあ、記憶喪失疑惑だけじゃなくて、まあ、いわゆるパワハラ疑惑。まあ、共演する、まあ、タレントさんに、まあ、パワハラして、まあ、その、まあ、無理やりというか、まあ、その、まあ、恐喝じみた、まあ、その場の暴言をしてて、なんでこんなわからんねや、お前、とかで、ね。これ、まあ、浜ちゃん前からあったんですけど、まあこれがまあ年々ひどくなってきて、まあでも今回の事件があってからかなりおとなしくなってくれないですけど。はい。で、まあこの話変わるんですけど、このお笑いタレントのね、今田耕司さんがかつて出演した番組の動画がね、まあツイッター上で拡散されていて、まあ問題の動画はね、まあ今から30年ほど前で一コマで見られておりね、まあ今のプライベート上でそういう時代だったら済ませんないよっていう、まあ否定出るんですけど。まあね、これも時代が時代やったんでね、まあその時はね、自分も一緒にゲラゲラゲラって笑ってたんですけど、まあもう今そういう時代じゃないんでね、もう今すごい叩かれて、まあまっちゃんもね、もうこれからも裁判になって、もうスポンサーもほとんど降りて、まあ帰ってこれない、もうほとんど帰ってこれないんじゃないかっていうような前時代になってきてるんで、うん、まあこれからちょっと厳しいんじゃないかって言われてますね。はい。で、まあその、まあこれから、まあおそらく、まあ1994年のまあ、ダウンタウンの大竹誠会ですね。で、ダウンタウンの松本人志と浜田松人志が、まあ、大竹と共にトークを繰り広げて、まあ、途中で今の生活に対する暴露を行われていますっていうところで、まあこれね、今もその吉本が今になって方向転換すごいしたんですよ。まあっていうのはね、吉本が、まあ、このままじゃいけないっていうことで、まあその、まあ今は、まあ関係者に今聞いて回ってるところだと思うんですけど、うん。まあやっぱりもうね、ちょっと吉本もちょっとね、これから方向転換してちょっと厳しいっていう状況になってきてるんで、うん、まあ自分としてもね、もうちょっと吉本はね、ちょっと、これから厳しいんじゃないかっていうのがありますね。やめ営業問題も含めてね。はい。で、まあ動画を見ると、まあ大竹が、まあ、今田については女性を、まあ、性の道具としてしか見ていないと指摘と、今田が麻酔で意識のない女性に対して、まあ、性的な行為を行っていたと、赤須松本に対して大竹も、まあ、俺の聞いた話はね、絶対全然自信しない女性とやってるという、なんでかというと、まだ丸々歳でやってる、ね。まあ、丸々歳っていうことはもう13歳、12歳とかっていう可能性もあるんで、まあ、かなりやばい女性と、まあ、関係を持ってたんじゃないかなっていうところありますね。はい。あ、すいません、ちょっと待ってください。ちょっと飲みながらやるんで。最近めちゃくちゃ寒いですね。まあ、関係ないですけど、自分が住んでるとこももう四国なんですけど、
まあ本当にもう一度寒いんで、もう息振ったりとかしてたんでね、皆さんも体調には気をつけて、まあこれ暴露動画もいいですけどね、はい。まあね、最後はね、今だからもう勘弁してくださいって言って終わるんですからね。まあ当然、まあツイッター上では、まあ嫌悪感しかないっていう、まあところでね。まあ今だもね、まあ相当暴露されたやばいようなやつがあるんで、うん。まあまっちゃんもね、もう今までのナンパとかの動画、まあ大阪とかの、ね、まあいろいろ、出したようなやばい動画いっぱいあると思うんで、はい。これからもう厳しいですね、はい。で、この今だの先日の、まあ福岡ローカル番組、今田耕司のすっぴんツアーが突如として放送見合わせになったと。まあこちらに関してパンクブーブー殺すんがね、いまだにまあ博多美人を紹介してるとするっていう、まあ、内容だけに局サイドは批判を恐れて、まあ自主規制的に放送を見送る判断をしたそうですが、まあ既に番組公式サイドを削除するまでに至っていますと。まあ黒瀬は瞬間文集でね、松本の福岡女性をアテンドしたと報じられただけに、ね、まあ、この番組が消滅しても仕方ないでしょうって。まあ、パンクブーブーのね、クロセもね、タムケンの、あいつもすぐ逃げ回ってるんで、まあ、タムケンに関してはね、まぁ、あ、ちょっとよ、ね、まぁ、あ、一言二言の、まぁちょっと謝罪みたいなのがありましたけど、まあ、クロセにだったら逃げ回ってるんでね、まぁ、あ、元暴走族とは思えないようなね、古速な、あれで逃げ回ってるんでね、まぁ、あ、ちょっと一回、けじめとらんとらあかんでしょうね、あれね。で、大竹誠も現在のテレビ界でアウトっていう。大竹誠も全然消えましたけどね、もう。これですね、まあこのプラマイ岩橋がまあ昔ね、まあ今田耕司に対してアテンドしてたんじゃないかっていうの。まあ福岡放送でね、まあ局公式サイドで、まあ2月4日に予定してたバラエティ番組、まあ今田耕司のすっぴんツアーの、まあ、放送を見合わせると発表って。で、まあ、これでね、松本人志がね、まあ、性加害疑惑を、まあ、報じられて、まあ、今はもう裁判のためにも休止してるって感じでね、まっちゃんを。で、松本に女性はアテンドとして、人物として報じられたスピードワゴンも、まあ、小沢も、まあ、ホリプロですね、もう活動自粛中っていうところで。ね、まあ、この、で、まあ、この、今回の問題のね、プラマイの岩橋が、ま、その、まあ、ツイッターで、まあ、俺も昔松本さんじゃないけど、先輩で綺麗な女の子連れてったなっていう、ね、まあ、ちょっと癖丸出しのね、ツイッター上げてましたけど。まあ、岩橋はね、まあ、先輩名前出してないもののね、まあ、結婚できひん人とか、松本さんはそんな人じゃないですって、いや、お前やん、みたいな。うん、完全にもう今田先輩っていうのが出来上がってるんで、まあ、もう完全に今田じゃないかっていう疑われてるみたいですね、これ。まあ、そんな小沢がね、まあ、MC で出演する、まあ、言葉にできればそんなよっていうところで、まあ、今田耕司のすっぴんツアーはね、なくなるとはっていうところでね、まあ、ちょっと厳しいような状況も追い込まれてるみたいですね。まあね、これね、上沼恵美子さんとか、ね、ビートたけしさんとかも、お前せこいわとか言ってね、もう結構厳しくみんな言ってるんで、まあもう本当に、まあ最後、か月で漫才して終わるしかないですよね、もうダウンタウンは本当にもう。まあ、それかも YouTube とか、もう完全にネットの世界に行って、テレビは、スポンサーがおるから、もう好き勝手できんすわね、って言って。陣内智則もね、松本飲み会の、まあ、常連メンバーだったということで、まあ、陣内さんもね、松本さんの飲み会の常連メンバーで、まあ、今回のね、記事に書く登場する可能性もあるっていうことで、
まあ、かなりねちょっと陣内もちょっと警戒してるっていうところありますね。聞いて、まあね、まあそういう今回ちょっとまあ、 YouTube でいろいろまっちゃんのこと掘り下げてたんですけど、まあ、今でもやばいっていうことでね、まあ吉本芸人これからちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、裁判のちょっと行方を見守って、え、アイク TV ではねこういう面白い動画がいっぱい見れるんで、まあ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではね、オンラインサロンとかノートの方もいろいろやってるんで、まあ、チャンネル登録、まあ、そっちの方もよろしくお願いします。